なお前困ってんねやったら相談せえっちゅう話したやろ。はい。うん、なお前事情があってバイトせなあかんねやったら言うたらお前バイトも許可するがな。はい。隠れてこそこそやってることを裏怒っとる。はい。せやろ。はい。うん、相談してええね、うん、ねえあれかお金困っとんのか、母ちゃんからの仕送りじゃ足りんのか。実は最近は不景気なこともあって将来のために必要なお金が貯めていることということにすごく不安を感じます。また息子が大学まで行けるように何か自分にできることはないかということで本業の監督業以外にも副業のバイトを始めました。それは知らないか。部長、本当にいいんですか？今日の野球部だった子、あんな態度なのに一次選考を通過で。かまいかまい。あのね、あの子の野球部の監督をしとるのが俺の弟や。ちょうどさっき、ん？要さ、もうマジ練習だるいからさ、監督に怖くせん提案してくれん、楽やし。うん、もういい。マジ？うん、俺もやりたかった。マジ？うん。しゃ、でかっ。サンキュー。ちょっと、あかんって。勝手な行動せんといて、俺通して。なる。いや、みたいな、提案するだけ。いや、あかんって。いや、でもあの、実際のレベル高いチームさ、実践練習多いし、まあ、俺らあんま最近やってへんやろ。俺もやりたいし。わかんて。なる。キモいってなんなん？メニューは監督が決めるからな。なる。なるいってもそんなん今日尾崎おるからあれ死んだん確定やで。ビビってんの。なる。俺だったらガンガン言ってるけどな。わかった。理不尽なメニューとか言わされた。わかったわかった。んで、お前なんで着替えてないの？おお、察しがいいね。ほな、今日俺は整骨院で休むけど、お前ら頑張れよ。なる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 。ああ、マジで最悪やな。なんだあいつ取ったの。え、車なかったよ。お前ちゃんと見たの。いや、マジなかったっす。見よったよ。見よったよ。なんだ。え、じゃあわざわざ違うとこ止めて、俺らの練習見に来たみたいな。いや、全然それあるっすね。陰険すぎん。マジで。なんだ、いないよ、そう。やっぱりおかしい。監督だってわざわざ車を止め直すようなこと普通ならしない。分かってたとしか思えない。監督が帰った後みんながサボっていること間違いない。このことを広めたらサボり軍団崩壊させる。こいつ、監督のスパイだ。ちょっとふにゃけすぎ、この玄関もね、きちんとしなさい、整理整頓。以上、まず。はい。オッケー。お前ら全員ね。はい。部屋もね、整理整頓できとったらもうキャプテンと白井だけ。なる。そういうの出るよ、プレイ先生は。あのできるだけ考慮するよ、そういうところも大事やからな。私生活の気の緩み正すっていうのはね。はい、あとね、どういらないし、お前こんな卑猥な本をね部屋に持ち込んで。ただ、昨日洗濯担当やった平林。はい。お前昨日さ、洗濯したよな。はい。先輩のユニフォーム洗濯するときさ、歯磨き入れたやろ。え、ダメなんすか。
なる。ダメなんすか、ちゃうねん。お前その考え方でヤバいぞ。いつか犯罪すんだよ、お前マジで。チラビーせよ。はいはい、はい、どうにお前やばいし、お前昨日まびしたやしんけ。バカせよ。平林や、お前な、なんで勘認なんかしてもで、いい、ダメなんすか。なる。ダメなんすかってお前、よいしょ。いやー、にしてもエリザー先輩が本気で飽きやったらエグいっすね。せやろマジでヤバいっす。さすが長谷部さんたち、スター4って呼ばれてただけありますね。ん、スター 4？ はい、エリザー先輩と長谷部さんとゴリさん、あと一人フキさんですよね。ああ、スター4って俺らのことちゃうで。え、期待の星が4人でスター4と思ってます。あちゃうちゃうちゃう、スター4は1人よ。俺らが2年になりたての頃の紅白戦でな、いきなり4試合連続4盗塁決めよって。期待の星じゃなくてスピードスターでスター4って呼ばれてんねん。お前も仲ええやろ、よう自主練してるやん。2年生のセカンド細川や。よし、もう一本。狙いもさっきも言ったけども、お前らちょっと熱量取り戻して、もう一番頑張っとうやつに、合わせる、足並みを合わせる、フォアを合わせる、これがチームとしてあるべき姿ですな。しっかりと毎朝頑張ってな、早起きして頑張ってる白井を追いかけていく、ちょっと白井を見習いください。バラル OK なしだ。おやおや、あれ、白井どこ行った？監督さん。え？あの、白井さん、さっき起きたみたいで、あの、練習遅れるみたいです。ラル。ほら。こいつめーん！はい、オッケー。ほんなら、それぞれ打ち損じた回数、発表していってください。な、奥から、はい。0球です。0球。はい。オッケーし。僕も0球です。0球。はい。オッケー、オッケー。はい、0球です。0球。はい。はいはい。ゼロ球、もういけてんね、みんなゼロ球やな。あ、頼む。どうした試合さん、218球です。嘘だろー。バララ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 ラ。もうな、お前らな、もう食事からダメ、今日のな、朝食の時からダメ、まったく感謝が足りてない。バルバル、なんやベラベラ喋りながらね、食べたい。お前や、異常気ながら食べたい。なる。もっと食えるやろお前らな。そこからもう繋がっちょるよ、打撃まで思いが。白井だけ、このチームでも白井だけ、しっかりと食事への感謝、野球への感謝持ってね、見とってあしら、黙々とね、感謝してな、一生懸命食っとったら、あいつは感謝を持ってる、食事に見習え、お前らも白井の感謝を。監督、え、白井さんこの前、メロンパンサクサクの部分だけ食べて残り捨ててました。嘘だろ、嘘だろ。白井はよう頑張っちゃうよ。そうそうそう、気が大丈夫か。いけてる。にしても白井、お前ありがとうな、昨日合コンのセッティングしてくれて。お前楽しかったよ、お前めちゃめちゃ楽しかったね。久しぶりにな、あんなはしゃいでな。大丈夫、気づかれとらへんや。
まあいつらにはな、なんや適当に言うとるから大丈夫や。